モールドベースの双葉電子工業がホットランナシステムをもっと身近にをテーマに、新たなシステムとしてラインアップしました VSR シリーズと12点温度コントローラ CTF シリーズをご紹介させていただきます。最初にホットランナシステムの概要についてご説明いたします。射出成形では過疎化した樹脂をキャビティに送り込むためのスプル、ランナを成形サイクルごとに固化して取り出すコールドランナが一般的です。ホットランナシステムはスプル、ランナの樹脂を溶融したまま保つことにより、成形サイクルごとに取り出す必要がないランナレスシステムの一手法です。ホットランナシステムを導入することにより、コールドランナと比較して次のようなメリットがあります。一つ目として、小資源廃棄樹脂の削減につながります。樹脂を直接キャビティに送り込むダイレクトゲートであれば、成形品のみの生産が可能となるため、廃棄樹脂が発生しません。したがってスプル、ランナの再生廃棄費用がなくなります。特に高価な高機能樹脂や生産数量の多い成形品ほど大きな効果が得られます。2つ目として、成形サイクルの短縮につながります。射出成形においては、肉厚部の冷却固化時間が成形サイクルの立足です。成形品より厚肉となるスプル、ランナをなくすことで成形サイクルの短縮が可能となり、コールドランナ方式に比べて短期間で生産を終えることができます。3つ目として、成形品形状の安定化につながります。コールドランナでは流炉での樹脂温度低下により、樹脂の流動性に影響を及ぼします。一方、ホットランナシステムでは流炉での樹脂温度低下がありませんので、成形機側の圧力を成形品に伝えやすくなり、成形品の形状安定化や多数小取りにも効果を発揮します。それでは、ホットランナシステムをもっと身近にをテーマに、モールドベースの双葉が新たなシステムとしてラインアップしました、ホットランナシステム VSR シリーズと12点温度コントローラ CTF シリーズをご紹介させていただきます。最初にホットランナシステム VSR シリーズをご紹介させていただきます。これまで双葉のホットランナシステムは主にエンプラ、スーパーエンプラなどの強化樹脂向けにご提供させていただいておりました。これらの実績、ノウハウをもとに、汎用樹脂向けに価格を抑えたバルブゲート方式の VSR シリーズを開発しましたので、ご紹介いたします。主な特徴の一つ目として、ホットランナシステム導入時における最大の懸念事項であるシステム価格の低減を図りました。従来のホットランナシステムに比べて、形状・構造を見直し、部品点数を4割削減することにより、安価でのご提供が可能になりました。従いまして、システム導入時のコストを抑えることができ、バルブゲートシステムがより身近なものとなりました。参考価格は、金型サイズ 300×300、 ゲート点数4点のバルブゲート方式のホットハーフで120万円という価格を実現いたしました。なお、詳しい仕様・内容につきましては、営業員までお尋ねください。2つ目として、成形条件設定領域の拡大が図れます。部品点数を削減し、シンプルな構造にすることにより、弊社内の比較では成形圧力を 10% 低減しました。成形圧力が低減できることにより、樹脂充填・保圧時の条件設定に余裕が生まれるメリットがあります。3つ目として、成形品質が安定します。シンプルな樹脂流路にすることにより、樹脂が均等に広がる素直な樹脂フローを再現します。また、成形機側の圧力を伝えやすいため、成形品質が安定します。ホットランナシステム
VSR シリーズを用いた成形をご覧いただき、通常のコールドランナ金型と VSR シリーズを用いたコストをシミュレーションしてみましょう。条件は4個取り容器金型、生産数50万ショット、200万個生産、樹脂ポリスチレン、スプルランナ部 15g 削減、製品物質量4個で 52g、 成形陳率1500円、成形サイクル30秒から20秒へと10秒短縮で計算しております。シミュレーション結果をグラフ化するとこのようになります。ホットランナ型ではホットハーフ部と温度コントローラが必要となるため、コールドランナ型に比較して初期投資コストは膨らみます。しかしより価格を抑えた VSR シリーズは約24万ショット時には初期投資コストを回収でき、生産予定の50万ショット時には約200万円のコストメリットが期待できます。このように生産量が見込める製品、廃棄樹脂費用などが気になるような場合は、ぜひ双葉のホットランナシステムをご検討ください。最適なシステムをご提案いたします。続きまして、コストパフォーマンスに優れた12点温度コントローラ CTF シリーズをご紹介させていただきます。主な特徴としましては、タッチパネルで設定、保存、監視など目的とする操作を簡単かつ直感的に実行することができます。2つ目の特徴としましては、バルブコントローラを標準搭載していますので、バルブゲートの開閉を行うマルチアクションに対応することができます。ファミリーモールドのような同一金型内で製品の樹脂容量差がある場合などは、バルブタイミングをコントロールすることで引けやバリをなくすことが可能となります。また成形品に対し多点ゲート方式としている場合、バルブタイミングをコントロールすることでウェルド発生位置を移動することも可能となります。3つ目の特徴としましては、マニホルドブロックなど消音が遅い部分に合わせて消音し、樹脂の劣化を抑制する同時消音機能があります。同時消音機能ありなしの比較をしてみましょう。左側のグラフのように同時消音機能がない場合は、個々の部位が単独で消音していくため熱容量が小さいところは早く、熱容量が大きいところは遅いというように、設定した温度への到達時間の差が大きくなります。樹脂の劣化は高温なほど促進されますので、右側のグラフのように同時消音機能を用いて消音が遅い部分に同期化させることにより、設定した温度への到達時間差が少なくなり、樹脂の劣化を抑制することができます。4つ目の特徴としましては、スタンバイ機能があります。スタンバイ機能ありなしの比較を見てみましょう。左側のグラフのようにスタンバイ機能がない場合は、成形機からの信号が来なくなった後も設定された温度状態を維持します。右側のグラフのようにスタンバイ機能ありに設定しておくと、トラブルなどで一定時間成形機からの信号が来なくなった場合、スタンバイ温度まで温度を下げ待機しますので、樹脂の劣化抑制と省電力化が図れます。その他の機能としましては、湿気によるヒータの故障を防ぐために、低温から消温する際の速度を抑制し、ヒータの長寿命化を図るソフトスタート機能、金型ごとの設定条件を最大4型分保存することができ、設定値の保存と読み出しが簡単にできる金型管理機能、バルブ制御の開始・スタンバイ動作への切り替えなど、
成形機とコントローラーを連動させることができる成形機連動機能などがあります。これら多彩な機能が装備されて60万円という低価格を実現いたしました。詳しい機能内容につきましては営業員までお尋ねください。その他のふたばランナレスシステムをご紹介いたします。小型サイズの金型を手軽にランナレス化する小径ホットスプルーブシュ。マニホールドブロック本体に全ての構成部品を組み込み、金型への組み付けが容易なオープンタイプのコンパクトランナシリーズ。薄型、強ピッチ、耐摩耗仕様で数多くの実績があるふたばのホットランナシステム。タブレット式操作版で持ち運び操作が可能な24点温度コントローラーなどもご用意しております。ホットランナは高いから、ショット数が少ないからホットランナ化は無理、ホットランナは使ったことがないので不安など、少しでもホットランナが気になりましたら、お気軽に営業員またはふたばまでお問い合わせください。全力でサポートさせていただきます。ホットランナシステムをもっと身近にするために、ふたば電子工業はこれからも射出成形の省エネ・高効率化に取り組んでまいります。